ローリングスゴールドグラブ賞は MLB の選手表彰の一つ。1957年、グラブメーカーのローリングス社が表彰を始める。守備の優れた選手を、ナショナルリーグアメリカンリーグの各リーグから各ポジション一人ずつ、計9人各チームの監督、コーチの投票によって選出される。自分のチームの選手に投票できない。 初年度の1957年のみ、各ポジション両リーグから一人ずつの選出。1958年以後は、両リーグ各一人の選出となった。ブルックス・ロビンソンが、ボルチモア・オリオールズで受賞した16回の、ゴールドグラブ賞数は、アメリカンリーグ最多、三塁手として最多である。マイク・シュミットは、フィラデルフィア・フィリーズで三塁手として、 ロビンソンに次ぐ10回のゴールドグラブ賞を受賞した。スコット・ローレンはフィリーズとセントルイス・カージナルスで三塁手として8回のゴールドグラブ賞を受賞。三塁手として6回のゴールドグラブ賞を受賞した選手はバディベル、エリック・チャベス、ロビン・ベンチュラの3選手である。三塁手としてゴールドグラブ賞を受賞しアメリカ野球殿堂入りをしている選手は ブルックス・ロービンソン、ロン・サント、マイク・シュミット、ジョージ・ブレット、ウェード・ボッグスの5選手である。ノーラン・アレナドは2020年、新型コロナウイルスの影響による、年間60試合の短縮シーズンではあったが、3類種のゴールドグラブ賞受賞年の選手として、最小の3失策を記録。アリーグの最小記録は1995年のウェード・ボッグス。 2006年のエリック・チャベス、2020年のアイザヤ・カイナー・アファレファの後失策である。またエリック・チャベスは、同じ2006年にゴールドグラブ賞受賞年の、選手としては最高の守備率、987を記録。ブルックス・ロビンソンが1974年に記録した410補札は三類種として、ゴールドグラブ賞受賞年の選手として最多である。視察は、 ロンサントが1967年に記録した187、閉殺は、エヴァン・ロンゴリアが2010年に記録した46が、最多である。2009年と2010年の受賞者、エヴァン・ロンゴリア2007年と2008年の受賞者、エイドリアン・ベルトレ2001年から2006年の受賞者、エリック・チャベス2007年と2008年の受賞者、 デビッド・ライト2000年から2004年と2006年の受賞者、スコット・ローレン。ありがとうございます。